どうもこんにちは宣伝部長のです今日は誹謗中傷をやまない理由ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでジャニーズ問題ですけれどもまあ、加害者たるねジャニー喜多川氏が亡くなっているわけなんですがかつ証拠を取るっていうのがなかなか難しい状況の中で今ここまでねようやく話としてかなり大きくなっていった背景にはあの被害を受けられた方々のまあ、いわゆる誠実なる告発があったからですよね。でただそれ そのいわゆるカウアンさんが最初やっぱりあのまあそれ以前で言うともっといろんな人がね、まあ、告発してきた歴史がありつつまあ最近の流れを作ったカウアン氏に関して言うとまあまずはまあ約1年前ですねガーシーさんのところのチャンネルに出てまあ まあ本人としては当時キンプリさんが分裂したでどうきたる彼らがまあそういうことになったことによって自分もいろんなことを正直に話していこうっていう中で辞めた理由とかねまあねそれはジャニー北多川氏関係なく、まあ、辞める理由みたいなのがあってそういうのをまあ正直に話していこうみたいなね、まあ、そういう思いのトロの中でその一方でガーシーさんがこのジャニーズ問題キンプリさん分裂の背景にまあ創業家問題が ジャニーズのね双玉衛問題っていうのがあるんじゃないかってそれをそ要するに追っていくと結局ジャニー喜多川氏が作り上げたシステムそのものに問題があってだからその加害問題をちゃんと取り上げなきゃいけないっていう、まあ、考えのもといわゆるカーン氏からその話を聞き出したんですよね。そうでさらにカ、えーン氏はその証拠まで持ってるっていう軽有な事例で昔なんかで言うとスマホがないから証拠を取ろうと思ってもなかなか取れない中カーンさんはなんと取っていたっていうのがありまして。 あああのまあ、ままあっていうところですかね、まあ、お相手もまあ高齢の方だっていうところもあってその辺に疎いのがあって、まあ、あまり気づかれなかったっていうのはあるかもしれないんですけどまあいずれにしてもですね、まあ、その時からそのガーシーさんの時で言った時から嘘つけみたいなことについてひぼう中してうわーっと言ってたんですよね彼のところにねだから彼としてはもうこれ以上はちょっとみたいなところになってたらしいんですけどまあ BBC がまあまあ 流されることになったり等々で、まあ、ある種のいわゆる告発ビッグウェーブみたいなやつが来ましたと。でその結果、まあ、記者会見で話すことになり、まあ、その流れに乗る形で多くの元ジュニアの方々が証言し で、今に至るんですけど、で、まあ正直ね、最初の方まだ分かりますよ。そのカウア氏が言ってた時はお前だけだろ、みたいなね。まあ本当は過去にいっぱいいたんだけど、告発した人。ただ、それ連なる形で、まあまだ2、3人ぐらいまではね、な,なんとか、なんとか共謀すればできるかもしれないけど、もう途中からもう毎週毎週出てくるみたいな感じで、いや、これ無理じゃん、みたいな。で、それぞれの人の証言を聞いてると、具体的だし、 で、まあ、結局時代ごとにいろいろね状況が違うんだけどやっぱり手法が一緒とかね共通点みたいなのも見えてくるからこれ逆に難しいでしょこんなの口裏合わせてやるなんてね無理じゃんみたいなところがあって口裏合わせなくても、まあ、なんていうんだいろんな証言についてやっぱりみんながデたらめ言ってたら無理じゃん。ねでひょ,っとしたしひょっとした中にまあ あの乗っかる人がいたりあるいはお話を持ったりとかねうするやってる人もいないわけじゃないかもしれないけどもう全体としてもこれあったじゃん間違いないじゃんっていうところで。 いやだからそこに対して、とりあえずこの状況でやっぱりあのしっかりそのまあ本来はねもっともっと私は真相を明らかにすべきだと思うけどそれも途中でやめちゃったんでまあねそれやめた以上はもうちょっとまだふわっとした形あるけどある程度は間違いなさそうな人についてはもうどん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 ん保証をしっかりやっていくっていうのが大切だしあるいは事務所側の方も誹謗中傷をねやっぱり止めるべく動くべきだと思うんですけど。まあ こ,こは、ね、ほんと不思議な不思議っていうかあの結局この誹謗中傷してる人がジャニーズのファンなんですよね。でジャニーズを守るためにやってるみたいな風に思い込んでるので。 まあだから逆に言うとそこに対してやめろっていうのもジャニーズ側が言いにくいのかもしれないんですけど逆に言うとジャニーズが側がこれを止めに行ったら簡単に止まるよって話でホームページ上にね <laughs> やめてくださいって書いて何の意味があるのもうお得意の印象操作があるでしょうみたいな話があってですねそれはテレビ局も使えるしオタクラはね使えるしそれから今まで散々やってきたらメディアを使ってね印象操作。 でそれタレントを使いメディアを使いやってきたわけじゃないですか。だからその手法を使えば、まあ、正直誹謗中傷って簡単に止められるんじゃないっていう話は私は思ったりするわけですけどまあなんかでもねほんとひどい と思うねなんか本気で止めるように動いてるようには見えないんでね。はいまあ、とにかくちょっと全然長くなりすぎましたけど、まあ、この話するってどうしても長くなっちゃうんですが、えっと、TBS の、ね、報道特集の中で今回で誹謗中傷の件を取り上げていたので、まあ、この辺をねやっぱりしっかりやっていくっていうのは本当に正しい報道のあり方だと思うんで、まあ、他者もやるべきだと思いますね。はいといとうわけで えとこちら TBS ニュースリーグさんでその、ね、報道特集の中身を記事にされてるわけなんですがはいで、えーとまあ、こちら元ジャニーズを金儲け嘘つきネット上で誹謗中傷も当事者の会男性がまあ亡くなってしまったということで家族に残した手紙ということでねまあほにねまあこれはやっぱりねやっぱり事務所の対応がちゃんとしてたら起きなかったか ことがまあ私は起きているというふうにどうしても見えてしまうんですけどあまりそこに因果関係をつけたくはないんですがはい。ということでえっ、ー、とそうですねジャニー喜多川氏からの加害をあ被害を訴えていた男性がですね先月亡くなられたということですね。まあえっ、ー、と性被害のトラウマなどに加えてさらに誹謗中傷に苦しんでいたといいますっていうことで。 もう何時被害だっていうレベル感のことになってしまったということですね。はい。で、えー、っと、そうですね。で、遺族側のコメントとしては、まあ、彼は今年5月、旧ジャニーズ事務所に電話でジャニー喜多川氏から、まあえー、っと加害を受けたことを訴えました。しかし、その5か月以上、ジャニーズ事務所から連,連絡は一切ありませんでした。何の音人もなく放置され、彼の焦燥感深く、 悩みは深ままっってていましたってことですねで一応これに対してジ,ュジャニーズ事務所の方はですね第三者であるひ被害あ救済委員会に全て委ねることとなりましたってことで、まあ、そちらの方からなんか連絡は行ってるらしいですね。これについては、まあ、具体的な中身がわからないので評価は難しいところがあるんですけどまあ 間違いないのはこちらの方ですね。彼はそもそもそのこれができる前ですね。この第三者の、えー、と委員会ができる前にかけて担当の方から折り返しさせますって言いながらジャニーズ事務所からの連絡はなかったっていうところですね。はい、だからまあね、この辺ちょっとね、まああんまりそのここ掘ってもしょうがないような気がするんですがまあ結局彼にしてみたら。 誹謗中傷を、まあ、あの、こっちのね、まあ被害救済委員会の方とかって、心のケアみたいなだけの話だと思うんで、そう、で、そうじゃなくて、ジャニーズ事務所をよ、みたいなね、お前ら誹謗中傷放置すんなよっていうことをやっぱり言いたかったわけでしょ。だからそこが、まあ、やっぱり一番悩みの根本にあって、でそこを対処しない、連絡をくれないっていうのが、まあ、ポイントで、まあ、そこに対して、メンタルケア頑張ってますみたいなね、いうことを言われても、ちょっとどうかとは思いますが、はい。 っていうところですね、うん、で、えー、と彼は被害者がですね自ら対策に取り組まなければならない状況について事務所がやるべきことをなぜ被害者だけが負担を負わなければならないのかと語っていましたってことでこれ本当にそうでねもうほんとふざけてると思うんですけど自社のファンですよファンが被害者に対して攻撃していていや本当ふざけてると思うんですけどね。うんで えとそして事務所は誹謗中傷についてはですね、弊社としては繰り返し被害者の誹謗中傷しないようにお願いするなどできることは取り組んでまいりましたということで、やってないじゃんみたいな、いや、ホームページ書くのみたいな、それ誰でもできるんだろうみたいな感じで、本気で抑えに行ってねえだろうみたいな感じで、まあ、あ今後、なんか法的に対応みたいなことを検討してるということで、もう遅いよねって感じですよね、はっきり言ってね。 まあやんないよりやった方がいいけどでも遅いよだって結局被害者側の方が誹謗中傷を結局刑事告訴せざるを得ない状況になっていて、まあ、はっきり言ってあんまそれもしたくないでしょだって心理的負担めちゃくちゃただでさえでかいのにさらに刑事告訴とかね大変じゃみたいなでその前に誹謗中傷が言ってることについてはもうだってちょっとネット見ただけでうわってあるんですよ。そうで特にこのね嘘つき系の話がめちゃくちゃ多くてですね まあだからその辺もどこまでが誹謗中傷に当たるか、まあ、考えて書いてる人もいるかもしれなくてこことここと矛盾してんじゃんみたいなことをずっとやってるんですよねいやもう本当にねもう行かれてんなと思うんですけどはいだからまあその何て言うんでしょうねそのそのな,なんだろうこういわゆるねもともとですけどこの問題をやっぱり告発した北浩二さんの時かもうもっと前からもありますけどその時に対,対処してれば そ,その後はやっぱりそれに向かって何だろうその対処するっていうのがあって社会的になんとかするんだったらよかったわけですけど結果、まあ、いくら告発しても社会は何も反応してくれずのままじゃないですか。でその中で生き抜く中でいろんなことをやってこれたことに対してなんか今ねあの時はこう言ったじゃんみたいなことをやってるんですけど。 いやなんかそこについてはそこ突っ込みますみたいな感じでね私としてはちょっとおかしいなと思うけどまあそれについてはまだねずっとそそこ今回の件をまあ本にしたりいろんな形にし,してきた方々がまあそういった攻撃を食らうのはちょっとだけねちょっとだけ理解はしますけどただ、えっと、今回亡くなられた方であるとか、まあ、要するに今回の,あのやっぱりカウンさん後に初めていろんな思いを吐露して出てきた方々についてはその ここに対して嘘つきとかね何がわかんだお前らみたいな話でねでもすっごい来てるらしいんですよだからこれはもう本当に本当にもう捕まえてほしいなって思いますねうんはいで一応まあここまでにおいてはえ以前もご紹介したこともあるんですけど今回あのこの TBS の方ではえー、っとですね亡くなった男性がまあえー、っとですね相談してる方がいたということでえー、っ そ,うですね、それがネット誹謗中傷対策を行う NPO 法人の代表の、まあ、森山さんということですね。まあ、これは本当に顔出し名前出しで、えー、といろいろ言われていてです、ねまあ、正直そうしたら,なんかほら今の、ね、誹謗中傷の流れからいくと自分のところにすら聞かねないっていうのがあって。 ま正直顔は出したくなかったと思うんですけどでもそれを出してやっぱり言わなきゃいけないぐらいの状況になってるよっていうことなんですよね。はい、で、えー、とそうどういう誹謗中傷が来てたかっていうとお金儲けとか嘘つきとか言ってることが違うとか声を上げたら誹謗中傷されてそれが家族にも影響を及ぼすということですね自分の親嘘つきとかなんとかいろいろ言われるということでねこれは本当辛つらいと思いますよね。 これに想像が及ばないっていうのがまあちょっとどうかしてると思いますけどね。で,で亡くなる数時間前まで話をされていたっていうことで「僕ができることは何でも協力するので本当になんとかしてください」と「なんとかしなきゃいけない問題だと思います」って言っていたってことでねだから本当にねまあ志が高い人がねもう、まあ、本当腹立たしいですけどねもう本当にだから こんなに被害に遭った上にここまで苦しいんでんのに、まあ、ジャニーズ事務所側ですよねは何やってんだって被害者の中には嘘を言ってるやつがいるみたいなこと言っちゃってそれ言ったことによってそこから攻撃が激化したのは間違いないですからね私もだからそれをもとにやっぱりみたいな感じジわワーってなってるのを見,見たから犬笛吹きまくってるわけですよ。で未だにあのー ホームページの方に対してですねお悔やみの言葉もないしって言ってそういうそういうところを作るべきじゃないですかはいでさらにまあ亡くなったことが、まあ、一般の我々が知るもっと前から実は、まあ、それは,それは、まあ、把握事務所が把握していてだったらそのもっともっといろんな対策がね講じられてもおかしくなかったんですけどそれもなんかほとんど変わってないところがありまして。 いやちょっとねびっくりですけどねはいまあそういった状況下の中で、まあ、最後の電話も受けたのでね、まあ、森山さんとしてはまあ、まあ、こうやって表に出てやっていこうと思ったということで、まあ、本当はやりたくないっていう、まあ、まさにそれはそうでしょうねって感じですかねで、えー、自分も誹謗中傷されることを確保しながら支援してきたっていうことですねうんで えっとそして男性外遺族に残した手紙については本当にごめんねと。でそうですねちょっと読めないなうんちょっと皆さん一応ここ置いとくんで置いとくっていうか別のことしゃるんでよかったら読んでください私はちょっと読めないですね泣い,泣いちゃうちょっともうきついもんだってこれをですねそのなんてなんてことをしてく るんだっていう話じゃないですかまあ繰り返しになりますけどやっぱ悪いのは当然ジャニー北川氏ではあるけれどもやっぱり会社の体制としてその本当にいろんな問題に向き合ってこなかったことが本当にそのまま出てるなと思ってしまうんですよねだからどう考えたって一番向き合わなきゃいけないような被害者であるにもかかわらずそこについては ななんか全然やっててるように見えなくて、まあね、やっぱ最初いろいろわーっと起きてなかなかね、まあ、自社のタレントもいるし大変なのかなみたいな感じで、えー、まあね多少バタバタするのは理解できるからでもやるのかなと思ってたら、まあ、とにかく遅いですよね。と、はい、いうことでまあその一方でなんか新会社の方 についててはそれなりの動きが入ってくるけど保証の方は全然入ってこないっていう感じでね保証っていうかまあ簡単に言うと、まあ、被害者とどう向き合っててで,で被害者側の方からここまでやっていただいたとかこういうのが嬉しかったとかこれはなんこ,れこ,うこういう感じまでやってくれるんだったらもっといい方向性に向くかもしれないみたいな声が何一つ出てこなくてそれよりもちゃんとやれよみたいなねとか連絡来ないとかそんなのばっかでしょ。 っていうところがありまして、まあ、ちょっとひどいなっていう状況は続いてるということですよね。はい。で、それに加えて、誹謗中傷が日々やってくるわけですよね。はい。で、えっ、ー、とさらに当事者の会のメンバーに対する誹謗中傷は今も収まってないということで、発起人の日本議さんがね、まあ答えられているということで、まあご自身のところに来たやつでは、日本議は大嘘つき、金と売名以外考えられんだろうとかね。こんなんなで売名に でですよねであ,あのね死者に無知打っちゃいけないとでこの多分に触れたからにはそれ相応の報いがあるの怖いよこれから起こることがみたいなのがこれ送られてくるんですよいやだからこれ,こ,れこれお前に起きるわみたいな話がありましてでこれが一つや二つじゃないわけですよでただでさえトラウマねやっぱりどっちかっていうとトラウマを抱えながら告発してるからよくあのその状況でね言ってくださった 応援してますみたいな声もた,たくさん届いてると思うんですけど、そういうのがいくら届いてもこの一通でそのこう,こうなんかみんなの応援の百通の応援が一通でゼロどころかマイナスにキスの時もあるわけですよ。非常にあの悪質ですよね。プラスこんなの送ってねわかんないこれわかんないそのこれがまあまだ実名でねやってる分には ふ、ね、普段の生活の中で「あなたこ,こういうの送ってるんですよ」っていうのをおでこかなんかに貼ってね生きていけるんだったら別にまあまあそれでもよくないけどまあまだそ,のそれなりの覚悟はあってやってるのかもしれませんがねやっぱりこれはよろしくないですよね。でそれだけにとどまらず妻の個人情報を勝手にばらされたり等々でねでね、まあ、奥さんもまあそれは怖いというふうに思うのは当たり前ですよね。 でそして、えっと、11月の初めに大、まあ、阪府警に被害届を出したということでね、まあ、刑事告発、告訴か、するべきだと思いますけどね。あと、警察も、だからこういう状況を受けてですね、まあ、そもそもの問題で動いてないから鈍いのかもしれないけど、自発的にこんだけたくさんあるから、まあ、あのいわゆるこう積極的にバンバカバンぱカ、まあ、動いてるかもしれないんですけど、動くべきだなというふうに思いますと、はい。で、日本議さんはですね、えっと、私たちの場合、過去のせ、 まあ、加害についてのトラウマを抱えながらフラッシュバックを起こしながら発言しているという背景があるのでそこにさらに追い打ちをかけられる二重苦になってしまう本当に辛いですという言葉を言ってますと本当にその通りでで、まあ、今後の対応については、まあ、当事者の回答と個人とかにも来ているしっていうところですね、まあ、正直日本棋さんのところにも来ているので私は、まあ、まあびっくりびっくりっていうかなんて言うんだろうな そのイメージ的に日本人さんとは多分いいイメージなんですよね。にもかかわらずこれだけ来てるってことは、まあ、他にはなんか叩きやすい人なんかもっともっと来てるわけでしょあんまりおっしゃってないけどね。っていうのがありましてちょっとねひどい状況が、まあ、どん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 続いてるという形で、まあ、一応ですねその誹謗中傷対策として森山さんとかはですねえー、っと。 中立の立場で被害当事者の会に向けられた確認も一つずつ確認し保存してるということですね。保存されてますからね。で、そして、えっと、被害届と一緒に証拠として警察に、えー、提出するということで、これでもすざまじい人数の人が逮捕されるんじゃないかなと思いますけどね。数が半端ないからね。ね で,ですね、まあ、どういうのが誹謗中傷にあたるかっていうと事実と違うことをどんどん拡散していくとか嘘つきだとか金儲けだろうとかひどいと死んでしまいとかそういうのもあるということですね、まあ、一発アウトのやつもおそらくここに書いてないレベル感のやつもあると思いますけどでそれが事務所やタレントを守りたいということで書いているとこれが逆だ 話なんですけどねで誹謗中傷してるつもりじゃないことも多いってことで本人の中では守るためにやってるんだから正義だっていうところがあるわけでこれがちょっと厄介なんで,すよ、ねはいね、でその何てその凝り固まった正義っていうか間違った正義っていうのがあって。 だけどこれについてもっとみんながおかしいよっていう風になっていくとさすがに気づく時が来ると思うんですけどどっかで仲間同士で「そうだよねそうだね」ってやったり著名人がやっぱりこれおかしいよって言ったら「そうだよね」ってこう一つでも光があるとみんなそこに飛びついてるわけですよ。で加えてジャニーズ事務所自身が一回認めたにもかかわらずそのね被害者の中に嘘を言ってる人がいるってお,すすお墨付き与えちゃったからそして「わー」ってなってやっぱりそうだったんだ」ってなって「わー」ってなってるわけでしょ。 という感じでね、まあ、非常にだからじ、事務所側の罪がね、すごく重い気がしますけれども、いい加減、犬笛をまず弾く、吹くのをやめろと。で、続いて、この人たちの目を覚まさせろっていうのは、やっぱり事務所しかできないことではあると思いますけどね、本当にね、いまだに動かないの意味ない、なんかね、アリバイ的には言いますけどね、本当に、本当に効果がある止め方をしてないので、でもそれは知ってるはずじゃん、みたいな風に思いますけどね。 はいでさらにですね、森山さん等々が、まあ、いわゆるね、えー、書き込みを監視してるというメッセージを送ると、誹謗中傷が止まるということで、やっぱり自覚あるんじゃみたいな <laughs> ところがあるわけですけど、そ,、まあ、それで9割近くが止まるということで、そうですね、まあ、これが自動化できればっていうか、まあ、これはね、ツイッター側というか、X 側等々の SNS を作る側サイドの、まあ、仕事のような気もしますけどね。はいということで、あとですね、 まあそれから誹謗中傷はいけませんってあちこちで言ってはくれるけれども、まあ、自分でそれは認知認識がされてないのでいつまでもいたちごっこっていうのがあるってことですよね。でもその誹謗中傷する人は毎日毎日何を見てるかっていうとタレントっていうか自分が応援してる推しっていうんですかねその方は見てるわけですよね。でそっちからメッセージあれば聞くわけだからそれが一番聞くに決まってんじゃんみたいな話があっていい加減それやれよっていうところなのかなっていうふうにまあ個人的には思うところではありますけどね。まあ、それは防 大読みのごとくでやらしても意味なくてまあそれについてはどうやったらファンの心に響くかっていうのを知り尽くしてる事務所だからこそここまで人気出てるわけでしょやれよって話ですよ。はい。まあ、というわけで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。